気の地の価値という点ではお前も犬畜生も大した違いはない。だが生命という点では大きく異なる。人は自らの運命を選択することができるから。お前はその手で何を取る？今ここでこのナイフを取るのなら、今ここでこの俺を殺せるのなら、お前は自らの人生を掴み取ることができるのに、一体何をためらっているんだ？さあ選べ。責任を敷けただけパクのまま死を取るか、この地に薄汚れて呪われたまま生きるか、さあどっちか選べ。